皆さんこんにちは宮古の城市長の池田でございます、えー、今日はですね、令和6年度の当初予算の2回目ということでございまして、えー、前回ですね、えー、財政状況、財務状況についてですねお話をしましたが、今回はですね、えー、まあ予算の中身の中で、まず当面の課題への対応という部分についてですねお話をしたいというふうに思っております。えー、まあ今ののですねこの 世の中の状況、また本市ですね、令和四年にですね、大きな台風災害もございました。そういったですね、当面の課題へですね、まあ、本市としてですね、まずは対応をしっかりしていかなければならないということでですね、まずはそこの部分について説明をしたいというふうに思っております。まず一つですね、原油価格物価高騰対策ということで十一点四億円ですね、計上しているんですが、まあ、これはですね、都の上市に限らず、日本、また世界、 同じ課題を抱えておりますけれども、まあウクライナ侵攻等々を含めてですね、今こういった要因もあってですね、日本もですね物価が上がっている、またですね原油価格も上がっているということであります。市民の皆様方もですね大変な思いをしている部分もございます。そういった中で今回ですね令和6年度の当初予算にですね計上している内容でありますが、一つはですね物価高騰対策暮らし応援券。 ということでありまして、これは地域振興券であります。市民の方はお一人当たりですね。5000のですね地域振興券を配布をいたします。単身の方であれば5000分え4人家族の場合はですねえ。2万円分のですね。地域振興券がまあご自宅に届くということでありますので、これをですね。使って地域でですね。買い物をしていただきですね物価高騰対策としてもですね機能していくのではないかという風うに思っております。 またこれは令和5年度からやっているんですけれども、指定ごみ袋の販売価格、学校給食費をです、ね、価格を据え置きをしております。原材料価格上がってますので、本来であれば指定ごみ袋にしても、学校給食費にしてもです、ね、上げていかなきゃいけないんですけれども、これをです、ね、市の方で上げないようにして、実質値下げをやっておりますこういったです、ね、原油価格物価高騰対策をです、ね、令和6年度予算の方にですに、ね、計上しております。 もう一つ防災・減災の推進これもですね当面の課題としてですね重要な分,で分野でありますが7.2億円計上しております排水ポンプユニットの導入等により内水対策の推進 そして家庭の薄い、ね、貯留タンク設置のための支援というこういった取り組みでありますがこれはあの先ほど申し上げました令和4年のです、ね、台風災害も踏まえた対応でありまして被害のあった部分のです、ね、内水対策の推進のためにです、ね、こういう排水ポンプユニットを今回導入をいたします。また家庭のです、ね、雨水を川にです、ね、流さないようにする一つの対応としてです、ね、この貯留タンクを各家庭に設置する場合にです、ね、市が支援をすると。 いう対,対応もです、ね、やっておりまして、まあ、こういったです、ね、当面の課題へのです、ね、対応をしっかりやっていった上でです、ねえー、未来躍進へ向けたです、ね、投資もです、ね、しっかりやっていくというような構造になっております。